おはようございます。ティーレッド申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あー、朝だね、朝だね、朝に撮ってんね割と朝なんだよな、今撮ってる時間。これ僕は結構夢の内容を覚えていて、昨日見た夢、今日か、見た夢をちょっとね、説明しようと思うんだよ、みんなに。大魔王の赤目のオルゴドミイラに、パス装備で挑んでて、なんでかパス装備で挑んでて、なぜかでも、隣が炎の戦士なんはいいんやけど、片方が、アークデーモンだったっていう話。で、つばぜりとか買って、いけてたっていう話。この収録時点では、まずオルゴデミーラにたどり着けてすらないんやけどな。本日使っていくモンスターは、メタルドラゴンメタピーベール。2匹ぐらいはもうここ最近出たことがあるんですけど、再び毒と。何があって、こいつら、メカなんですよ。メカチームなんですよ。そして、みんなダブル称号です。モンスターマスターってやっぱりマスターダブルスキャン覚えるとか大変とか、なんか複雑で分かりづらいとか、よく聞いたことあるんですよ。まあそれこそ最近ね、まあコラボした方も言ってたしね、モンスターマスターがよく分かっていないとかありました。まあでもそんな方々におすすめのパーティーです。ダブル称号っていうのはやっぱ効果がね、もう単純に2つかかるんで、強いんですよ。だから HP がもう3000超えてますからね。まあ、氷の弾丸とかそのあたりはね、余裕のよっちゃうんですよ。対戦もそんな悪くはないんで、ああまあ、ベルは膨らみますよ、そりゃ。ベルは飛んできますよ、そりゃ。全員打撃に強い。メカっていうのは打撃に強いってんで、基本的に。ね。ドラゴンやメカって基本的なやつは打撃に強いんで、わーい、めっちゃ受けた。さあ、反撃といこうや。牙の落ち着せ噛みつきに行く鋼の牙よいしょー、ナイス、素晴らしい、ダブル称号で上がった力と回数率を振るっていけ、いいよー。ダブル称号っていうね、なんだろう、考えなくてもいいんですよね。うん。深く考えなくても、強さが保証されてる。深く考えなくても強さが保証されてるんですよ、ダブル称号によって。まあ他はドラゴンライダーとかね。まあ、その分、やっぱ欠点もちょっとあるんだけど、今回はね、メカ3体、カッコダブル称号でやっていこうと思います。まず、決してね、手抜きじゃありません、これは。これ決して手抜きじゃない。モンスターマスターを始めてみたいよっていうね、方に初心者におすすめのパーティーということでね、はい。手抜きじゃないです。考えるのがめんどくさいとか、そういうことはないです。それ言うと逆にさ、こうなる、なんか言うとなんかそれっぽく聞こえるんですよね。言葉の魔法ですよ。うん。言うとそれっぽく聞こえるんですよね。手抜きっぽく聞こえます。さあ、ピーチク、今度はどうだ？ロケットダイブ、今度こそ！よーし。まあ普通にこれでポンポンポンできるからね。いけ！宝石の牙だ、鋼の牙、行くぜ！せーの！はい！オッケー！さあ、最後は締めてくれるか、ベル。きたー！拳がうなりを上げるー！行くぜー！さあ、ここで、ジェットブリザードドラゴン顔負けのこの凍える吹雪の威力よ！ああ、相手が悪かったね。ダブル称号モンスターってでもお世話になりましたよ。実機時代にも。まあ、話したことはね、何度かあると思うんですけど、マスターダブルスキャンを理解していようがなんだろうが、そのカードを持っていない場合、まあ割と大概聞くんだけど、持っていない場合って、どうしてもね、ああ、どうしようってなるんですよ。で、そこを救ってくれるのがダブル称号モンスター？考えなくてもモンスターマスターでね、の補正で勝手に強くなってくれるんで、だいぶ。それはやっぱでかいんじゃないかな。うん、で、打撃に全員硬いからね、圧倒的硬さこの、そして圧倒的攻撃力もあるんでね。ボディブロー行くぜ！ははははは。あ、さあ、今回メカ3体ということで、デインが誰に当たっても痛いです。誰に当たってもダメなんだよな。いけ！
体を折りたたんで回転いけ、いいね、ちゃんとねダメージが出てる。メタッピーはね初期の頃はあんまりだったんだよな。ダブル昇降があるってなってからなんかちょっと輝き始めた感がある。ベルもダブル昇降、なんでこのメタね、この見た目でベルがメカっていうのはよくわかんないですけど、僕もこれメカ？メカなのって勝手にメカ扱いされてるんですけど、この力士さんでもね、その効果あってか人型使いと、いったー！人型使いとあのメタル使い両方になってるんですよ、ベルって。だからモンマスとしてはかなり優秀なねレベルです。メタルドラゴンもそうですよ、メタル使いと、ドラゴン使いね。ボディブロー、あーいいね、重たい一撃をボディブローよ、やられたもんやり返す、うん、それが鉄則よこいつらの。唯一人だからね、負けてらんないってわけよ。あやべ、溜めた、回心してくんないとたまん、やばいな。せーの、よいしょ、あーよし、じゃあとどめ打つか、間違えちゃったしね何のために勇気さ外してたんだ今まで。さあたまにはこういうとどめでもいいんじゃないですかね行きます、超巨大ミミックホラー演出をありがとうちょっと怖いんだよなこれミミックと違ってこれは怖いんだよな。お続くぜこの動画、勇気フラットの状態から始めるのか、これは普通に互角の戦いって感じだな。バラモスか、呪文ないんだよなこのチーム。バラモスといえばね、もう硬いです、この魔王も硬いです一人で使った時はね、まあ何回か言ってますけど、こいつのことはチキン野郎だと思ってますからね。耐性お化けです、物理に硬くって属性攻撃にも硬くって、じゃあ弱いの何って呪文ぐらいっていう爆発呪文とか打つのがいいんだけど、本当はそれこそ今日冒頭に出たアークデモなんてね結構出来人なんですよイオナズンとか弱点取れるんで。ただ、まあ、今回はねブレストとか特技知ってるはいるんだけど、呪文使えるやつは誰一人いないんで、コンスタントに当ててって勇気を普通に貯める、光の弾を使っていくっていうルートじゃないとダメだね。行くぜ、一番出てんだ、出るか、さすが。まあでも言うてね、一人プレイの時バラモスはねチキンプレイって言われるからなレジェンド魔王の中ではね、おお避けられなかったなお前チキン野郎が。お邪魔だぜ、火力は全然ないこいつ、火力は低いっす、耐性が高いんですよ。だからあの削り切るのが難しいっていうタイプなんですよね。下手するとね、こういうやつはね、ドヤムユとかよりめんどくさいんだよな。前座っていうレベルじゃないんだよ。いくぜ！オーケー！前座っていうレベルの中ではかなり強い方じゃない？魔王ポジションの中では。一体系魔王ではね。もちろんレジェンド最強でね、行くとね、あの、ムードーやハーゴンやら出てきますけど、敵としてこうやって居合わせた時の一体じゃないですか。一体系魔王の中ではさ、バラモス強い方なんだよな。バルボロスとかはともかくとして、バルボロスはクソドラゴンだから。バルボロスもなんか似たような性質なんだよな、ドルマゲスとかバルボロスとかな。こうやって言うとまた動画で紹介しなくちゃいけなくなる彼らのことを。だ、なんだんだお前は非鉄化波動ばっかりやりやがって。原作で非鉄化波動使えなかったからってそんなに使うな。4ターン目。できればこのターンにもう勇気貯めたいね。なんだなんだ、原作ではそんなに伊鉄カードを使わなかっただろう。おめえにはバシルーラで苦戦させられたよ。勇気貯まりました。まあほぼほぼ勝ちでしょう、ちゃんとボーダーまで削ってるし。よしよしナイス、素晴らしい。ボディーブローの回避率がね割とあるな、本来はそんなにない技なんですけどね。むしろ期待値はピーチクちゃんとかの方が上なんだけど、鋼の牙とか。まあでもね、いい感じに君たちは回心を今回は出している。
オッケー。これなら大丈夫だね。破滅の波動。お、これは、ゴシ爆炎弾。結構食らったな。でも HP がね、3000以上あるんで、かなり強引に耐えることができますね。うん。使いやすい。圧倒的使いやすさと、圧倒的手抜き感。お、行くぜ、バラモスは、行くぜ。あ、おっぱい。なんだ、バラモスか。このフォトの目でどう見てもバラモスが巻き込まれてるのしか見えないんですよね。というわけで、バラモスには巻き込まれてもらいましょう。バラモスもろとも焼き尽くしてくれるわ。いけー、レアガイアーゾーマ様、何故毎回毎回さ、これ呼ばれるたびにバラモスって焼き殺されてんじゃないかってみんな言うからね。よし。さあ、大魔王だ。通常で来たか。白目で来たか。白目で来る分には、勝ちやすいなとはちょっと思うんですけど、欠点があります。こいつらは呪文耐性が壊滅的に低いってことです。3000っていう HP で強引に耐えれるかどうかは不安なところではありますし、どうだろう。打点はいいと思うんだよ。打撃弱点だから。おっと、さあ、メラゾーマが来ましたよ。耐えれんのかお前らそれ。耐えれんのかメラゾーマとか。いやー、うわー、あばい。半分減ったかな、おHP がいくらあろうとさ、威力が高すぎてこうなるんか。やばいね。やばい、ゾーマやばい。相性が悪い。打点は取れるけど、お互い打点の取り合いになってる。くっそ、ゾーマ最近黒ブレ出たからって調子乗り上がって。なんや、あの図体は。小さいしよう。黒ブレのゾーンは超小さいでな、言うとくけど。キングリザードもできるんじゃないかっていうぐらいでかいからね。あれ、大魔王の意見なくなるんよね、小さいから。竜王もよくさ、どいつもこいつも。やべ、これやばいパターン引いてるね。ひたすらにやばいパターンを今日引いてるわ。これはやばいな。どうしよう。迷う。諦めてない。このターンに天使の歌は早計かなと思って、サイコキャノンの可能性があるんですよね。ほら。で、これ耐えればいいんですよ。これ耐えたらちょっとね、余裕が生まれるんで、ここ耐えましょうか。おーし。さすがメカメカ軍団、よく耐えてくれた。次だな。次、マヘアドか凍てつく波動だな。マヘアドか凍てつく波動。ここでマジックマリアとかありかな。絶対にやられない状況を作るか。それはありだな。うん。ボディブロー！イースイ！よし！じゃあ、とどめラインも乗ったんで、マジックマリア使います。ここで。そうすれば、この台死ぬことはない。ただ、高校凍てつく波動で負けるます。また言ったよ。いや、そんなことはないでしょ。あの夢は嘘だったって信じて。高校凍てつく波動で負けです。まさか、そんなことはありえないですよ。今までゾーマ先制してるじゃないですか。しかも、仮に、高校凍てつく波動の確率って 50% なんですよね。だから 50% の確率で負けるっていうだけなんで、あー、おー、ま、大丈夫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 。これは2体で回収できます。大丈夫です。勝ちました。ありがとうございます。大丈夫ですよ、皆さん。安心してください。勝ちました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 。ありがとうございます。勝ちました。ありがとうございます。勝ちました。ありがとうございます。
なんかないかな。サイコキャノンを引く可能性はあるから、さっきメタッピーに飛んでたよね。メタッピーに飛んでいたってことは、メタッピーだったら避ける可能性がある。モンスターマスターの称号補正でね、サイコキャノンを引けば避ける可能性がありますね。あ、避けましょう。これ避けてドラマを作ろうぜ。さあ、Here we go! あ、ゴミかせー、死ねー、勝負あり無理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 。それを外したのは擁護できねえ。いわば黒騎士ネオコーンただの初心者狩りモンスターじゃねえかよ。だから、どうなるかっていうと、この雷鳴疾風陣で飛んでいきます。大丈夫かそれ。うおっ、いった、いった、600?ちょっと待って、600ですか、600食らうんですか。ちょっと、いや、600食らうんですね、すごいっす。稲妻雷光好き全員弱点やばいよ。うわあ、あ、うわ、いくぜ。おお、おっと、相手の攻撃やばい、避けるんだ。メタルドラゴン避けろ。雷鳴が届き、嵐を呼ぶ、嵐、おーいゆー好きにしてくれも